どうもこんにちは、ウィズのディズニーパークチャンネルです。今回は閑散期のディズニーシーでアトラクションにどれぐらい乗ることができるのか挑戦していきます。本日は1月9日ですね。例年1月の平日はパークが空きやすい傾向があります。この混雑でどれぐらいアトラクションに乗ることができるのかめちゃくちゃ楽しみですね。今回の動画を見ていただくことでディズニーシーの効率的な回り方、1月平日の混雑状況、おすすめのアトラクション、ディズニーの最新ルールがわかりますので、効率的にディズニーシー楽しみたいという方はぜひ最後までご覧ください。そして今回のこのディズニーシー全制覇タイムアタック、これまで過去2回やってるんですけれども、どちらも目標の16時までに終えられていないので、今回ね空いてるパークの力を借りてどうにか日没までに全制覇したいなと思っております。今回僕が何時に全制覇を終えることができるのか、どれくらいアトラクションに乗ることができるのか予想しながらご覧ください。それでは本編をどうぞ。今回の作戦です。開園後すぐセンターオブジャズからのインディを乗っていき、朝のついてるうちに奥側のアトラクションを乗れるだけ乗ります。その後どのアトラクションも混んでくる10時以降からプライオリティパスとプレミアアクセスを活用して、引き続き少ない待ち時間でアトラクションを乗っていきます。またこの時タートルトーク、タワーオブテラ、トイストーリーマニアは位置が近いため、なるべく近い時間帯のパスを取って連続で乗れるようにします。午前中にあらかた乗り終える想定で、プレミアアクセスはどのアトラクションも混んでいる午後の時間帯のものを取ります。またこの日はマーメイドラグーンシアター、マジックランプシアター、スカットルのスクーターの3つが休止のため、稼働しているアトラクションは全部で27個です。この作戦で日没までの全制覇を目指していきます。今日は1月9日、現在時刻が6時10分ぐらいです。ディズニーシーに来ました。今ですね、開園待ちがなんと前1組2組ですね。ちょっとサウスゲートも見てみようかな。ディズニーシーサウスゲート来ました。なんとね、1組か先頭かです。先頭で待てそうだな。はい、先頭です。はい、入園しました、先頭で開園待ちをして、もう一瞬で入れました。で、今日開園時間が9時ちょうどで、今9時ジャストです。最初センターオブジャスト向かいながらプレミアアクセスとプライオリティパス取っていきたいと思います。はい、まずはプライオリティパスを取ります。最初はね、レイジングを取りたいですね。レイジング、あ、シフト調かな。レイジング止まりますねレイジングシステム調整っぽいな。どうしようかな。じゃあ先にプレミアアクセス買います。でそれぞれのアトラクション13時14時15時ぐらいに行きたいですね。最初じゃあソアリン取りますね。14時ぐらいにしようかな。14時から15時、これにします。今日の混雑だったらプレミアアクセス買わなくても全制覇行けると思うんですけど、なるべく早く行くというところで買っていきます。はい、ソアリン買えました。でプライオリティパスが、他のアトラクションがちょっと時間が微妙なんですよね。シーライダーも10時くらいに行きたいし、タートルトークも11時以降に行きたい。まあ回転にままより今取ると次取れるのが10時5分になるので取らないので、レイジングが復活するのを待とうかな。どうしようかな。とりあえず今は取れないですね、どれも。ゆくゆく取っていきます。はい、今ソアリンの前に来ました。もう前に行ってる人はですね、もう全員、ほぼ全員ソアリン並んでるって感じです。で例のごとくセンターオブジャスから行きます。はい、センターオブジャス来ました。5分待ちです。やっぱね、朝一すぐ行けますよね。センター5分、他も全部5分で、レイジングがやっぱりシステム調整中です。ちょっとレイジングの休止明けと他のプライオリティパスの時間、それ次第って感じですね。はい、とりあえずもうね、5分と言いながらもう歩いていくだけの0分待ちなのでサクッと行きます。はい、センターオブジャス乗り終わりました。今9時15分です。いやーよかった。センターオブジャスね、確か前回休止しててリハブ中で乗れなかったんですけど、久しぶりに乗ったんですけどね、やっぱいいですね。よかった。朝はセンターオブジャスに限りますよ。今9時15分でプライオリティパス見たら、レイジング治ってました。そしてレイジングのパスが発見されていて、なんと9時20分から取れました。よかった。で今ね9時15分なんで、9時20分からのパスを取れたということは、次パス取れるのは5分後の9時20分です。そして
次インディ行きますね。ここ 2,3 年ぐらいはずっと9時開演と言いながら、それ以前に空いてたんですけど、今日はもう9時ぴったりにちゃんと正規の時間に開演してます。それによって初手からもう全アトラクションやってるという状態で、開演時間がどうなったとしても開演してから園内の人数が増えるまでの時間っていうのは変わらないので、いつも通りでいいんじゃないかなと思います。まあ、ただ9時から開始のアトラクションに9時直後に行けないという点ではちょっと待ち時間が伸びやすいので不利なんですが、プライオリティパスを入園した瞬間に取れば9時5分とか9時10分とかで5分後10分後にまた次のパスを取れるので、プライオリティパスの面ではちょっと有利ですね。はい、インディー来ました。5分待ち、乗り場まですぐ歩いてるだけの5分間で、乗り終わるまでだいたい10分くらいですね。いや、さっきね開園待ち3時間してたんですけど、その間にディズニーパークの裏側シーズン2のインディーの回を見ました。このアトラクションができるまでのイマジニアたちの思いとかね、できるまでの経緯とかを、すごく面白いディズニープラスのドラマというかね、番組なんですけど、今めちゃくちゃテンション上がってます。いや、楽しみですね。で、今ね、そろそろ9時20分ぐらいになると思うので次のプライオリティパス取ります。今9時21分で次のパス取れるようになってます。次のパスをタートルトークかシーライダー、これがタートルトークは12時ぐらい取りたくて、シーライダーがまあ11時ぐらいに取りたいんですね。ちょっと早いかな。まあシーライダー行っちゃうかな。ここで10時35分で使おうかな。そしたら次9時35分に取れるので取っちゃいます。はい、シーライダー取りました。9時35分から10時35分のシーライダーを取ったので、次パス取れるのは15分後の9時35分です。そしてシーライダーはこれをギリギリの10時35分に使います。で、15分後だったらさすがにタートルトークも終わってないと思うので取れますね。はい、インディー乗り終わりました。今9時31分です。次はマーメイドラグーン行きます。たまたまなのかわかんないですけど、ヘビの動きが違いました。最近変わったのかな、たまたまだったのかわかんないですけど、ヘビの動きが今いつもはねこうシャーって感じなんですけど、今回はなんかシャーって感じでしたはい、マーメイドラグーン行きます。はい、フランダー来ました。まあ、ちゃんと5分ぐらいかかりそうですね。はい、フランダー終わりました。ちょっと人はいましたが、もう 2,3 分で乗ることができました。よかったです。今9時40分ぐらいですね。このままブローフィッシュバルーンレース行きます。ブローフィッシュバルーンレースはねマーメイドラグーンで一番混みやすいので、もしかしたら今この時間だと10分ぐらい待っちゃうかもしれませんが、どうでしょう。結構全然人いないですね。いや、今日空いてる日なんで行けるでしょう。あ、全然余裕ですね。はい、待ちないんじゃないかな。ブローフィッシュバルーンレースです。もう待ちなし。次の便ですぐ行けるかな。あー、閉められちゃいましたね。ちょっとタイミング合わなかったです。はい、バルーンレース終わりました。次ワールプール行きます。今9時45分です。いや、めっちゃ空いてる。ワールプール来ました。なんと誰もいません。はい、ワールプール終わりました。今9時51分です。次ジャンピンジェリーフィッシュ行きます。こちらも待ち時間なさそうですね。よかったです。はい、待ってる人は誰もいません。ただちょっと次の便かな。はい、ジャンピンジェリーフィッシュ終わりました。9時56分です。では次はアリエルのプレイグラウンド行きます。そこは自由に散策できるところで待ち時間とか特になしです。で、目標としては10時にこちらマーメイドラグーン全部乗り終える予定だったので、いい感じですね。ぴったりです。ちょっとね、最初朝インディーが9時半終わりっていうところでびっくりというかね、一瞬不安に思ったんですが、マーメイドラグーンが結構空いていて取り返しました。はい、地上に戻ってきました。今10時1分です。レイジングスピリッツのパスが10時20分までなので、それ使いに行きたいんですが、ジャスミンのフライングカーペットが今ね5分くらいで行けそうだったら先行っちゃいたいですね。その後10時35分までのシーライダーのパスがあるので、それでシーライダーに向かう流れを考えています。それぞれパス系のルールの確認です。プライオリティパスは利用時間か2時間後の早い方、プレミアアクセスは利用時間か1時間の早い方、プライオリティパスはさっきから利用開始時間が9時20分とか9時35分とかの取ってたので連続で何個も取ってます。プレミアアクセスは最初に14時の取ったので次が1時間後の方が早いので1時間後の10時に取れるって感じになってます。レイジングがこれ今何分だ、さっきね40分、アプリで40分ぐらい、あ、嘘、70分、えぐいね。
レイジング70分待ちで、センターが70で、あとインディーが今80分だったんですね、アプリで見たら。今開園から1時間経ってるので、まあ朝人気アトラクション一番混んでる時間ですね。この後どんどん下がってて、昼間は一緒で、夜また19時頃に待ち時間下がってくると思います。あー、フライングカーペットも10分ぐらい並んでますね。これ行っちゃうと間に合わないので、レイジングスピリッツパス取っていきます。フライングカーペットはここのまままた昼間こっち来た時に普通に並んで乗ることにします。ではレイジングスピリッツをパス使って乗っていきますね。はい、プレミアアクセス買います。12時半ぐらいにタートルトークパス取れているので、その後ですね、13時ぐらいのタワテラとトイマに取りたいと思ってます。タートルトークタワテラとトイマには位置が近いので、ここなるべくつなげて取りたいですね。今ね、なんとタワテラ130分、これ運行台数が1個とかなんじゃないかな。先なくなりそうなので取りますね。プレミアアクセスとかね、なくなるのが早そうなやつから取っていくといいですね。その場その場の動きって感じです。一応見ると、あ、もうタワテラは残り少ないですね。トイマニも、トイマニはギリ、タワテラの方がちょっとヤバそうなんで取ります。これで行きましょうか。はい、タワテラ買いました。次がまた1時間後の11時7分に買うことができます。トイストーリーマニア、まあ11時くらいだったら残っているんじゃないかな。今日120分待ちだけど、多分昼までは残っていると思うので買えると思います。はい、レイジングスピリッツ乗り終わりました。景色綺麗で、ファンタジースプリングスも見れてよかった。ファンタジースプリングスめっちゃできてたな。今10時19分で、シーライダーのパスが10時35分までなので使いに行きます。あ、ちょっと待って、全然違うけど、ほら見てこれ、マーメイドラグーンめっちゃ綺麗。ほら、空気が澄んでるっていうのかな、めっちゃ綺麗。ほら、すごい綺麗。で、話戻しまして、他のアトラクションが全部、もうちっちゃいアトラクションも10分待ちくらいになってたので、まあ、乗れるものがないのでシーライダー使っていきます。アクアトピアもね、タイミング見ていきたかったんですけど、今20分待ちなので、あと様子見ですね。エレクトリックレールウェイも午後になったら混んでくるので、なるべく午前中に行っちゃいたいな。あ、どうしようかな。今レールウェイが5分なので、先にレールウェイ行っちゃおうかな。時間は余裕あるはずなんだけど、いや危ないね。いやちょっと冒険はあまりせずに行こうと思います。シーライダー行きましょう。ポートディスカバリー行きました。今10時22分です。いや結構人いますね。もう開園から1時間半ぐらいなので人います。もう10時以降はね、どのアトラクションも待ち時間長くなってくるので、まあゆったり好きなものを乗っていくといいと思います。ただこの時間でもアトラクション、人気アトラクションはピークなので、なるべく人気アトラクション行くならもうちょっと時間経ってからがいいと思いますね。じゃあシーライダーパス使っていきます。はい、パス通しました。今あそこ空いてるので、タイミングよく締め切られずに入れれば嬉しいな。これ締め切られちゃうと15分待たされちゃうので、あー待たされてるか。はい、締め切られちゃいました。ここでね、15分かな、10分ぐらいかな、まあ、せっかくなんでここからかかる待ち時間を調べましょうか。効果なし。はい、シーライダー終わりました。一番左後ろの席に座れたんですけど、すごくね、左右の窓からの景色が一番見やすくてめっちゃ良かったな。じゃあ次エレクトリックレールウェイ行きます。アクアトピアもね、位置関係的に行きたいんですけど、今25分待ちとのことなので、ちょっと厳しいですね。でさっきモバイルオーダー、一応12時半ぐらいのケープコットクックオフハンバーガー予約しました。はい、エレクトリックレールウェイです。5分待ちという名の待ち時間なしですね。よかったです。これ夕方とかになると、こっち側も10分待ちとかになっちゃうので、なるべく午前中に行きたいです。はい、エレクトリックレールウェイでアメリカンウォーターフロント来ました。10時52分です。で、ビッグシティビークル乗ります。これでニューヨーク市一周するアトラクションです。はい、ビッグシティビークル乗りました。エレクトリックレールウェイアメリカンウォーターフロントの待ち時間見たら5分待ちとのことだったので向かいます。これでポートディスカバリーの方戻りますね。11時40分にベネチアンゴンドラ、すぐそっち側のですね、行きたいので、またその時間に戻ってくるって感じで、まあアクアトピアどうしようかな、行くかちょっと迷いますね。時空を超えた未来のマリーナ、ポートディスカバリーへの旅をお楽しみください。はい、ポートディスカバリーに帰ってきました。ちょっと悩んだんですが、このままアクアトピア行きます。今アクアトピアね、25分待ちで、まあ決して空いているタイミングではないんですが、11時40分のベネチアンゴンドラ行くためにですね、まああとこっから30分ぐらい間があるので、
逆にアクアトピア乗ったらちょうどかなというところと、まあ、移動距離の観点からもですね、ここ乗っちゃいます。ちょっとこれ待ちながら午後以降のプラン考えていきます。あとそうですね、プレミアアクセス買えるようになっているのでトイストリーマニア買います。怒涛の午前中が終了。作戦通り空いているうちに奥側のアトラクションに乗りまくり、開園から2時間で11個のアトラクションを制覇。しかしアラビアンコーストのアトラクションが手つかずで終わったのが、この後どう影響してくるか、全てのアトラクションが混んでくる午後の部の始まりです。はい、アクアトピア乗り終わりました。ベネチアンゴンドラ行きます。はい、今ハーバーグリ終わりました。そしてゴンドラ結構人行ってますね。ちょっと人中で待ってますね。5分待ちくらいかな。はい、ゴンドラ乗り終わりました。しっかり5分ぐらい待って乗れました。今見たら15分待ちになってたので、まあ良かったですね。今11時58分です。このままトランジットスチーマーラインのアメリカンウォーターフロント乗り場行きます。こちらが12時から開始なので、それで行きますね。そして今開園から3時間経ってアトラクション半分乗り終えてます。ギリギリ16時ぐらいかなって感じですね。結構理論値に近い形です。ハーバーグリーティングショーがレッツセレブレイトウィズカラーの3回だけなので、トランジットスチーマーラインが結構簡単ですね。ハロウィンとかね、クリスマス、前回前々回の前制覇ではハーバーグリーティングショーめちゃめちゃやってて、その影響でタイミングミスったら乗れなかったり20分待ちになったりして、すごい苦しめられたんですけど、今日はなので好きなタイミングでスッていけばね、スッて乗れる感じですね。1年を通して様々な種類の海産物の漁をしています。はい、トランジット1周コース終わりました。そして今12時21分です。15分から30分の間にモバイルオーダー、ケープコットクックオフ、この目の前のお店ですね、取っているので、それでご飯食べます。そしたらタートルトーク、タワーウゼラーとプライオリティパス、プレミアアクセス使って回っていきます。とりあえずケープコットクックオフ行きます。久しぶりだな。はい、モバイルオーダー受け取りました。もうついて30秒くらいでもらいました。僕しか使ってる人いませんでした。今日からね開始なんですが、これ枠もね全然余ってたので、これ使えるのを知らないんじゃないかなって思いました。ケープコットクックオフ9日から始まってますので、ぜひ活用してみてください。じゃあこれベーコンエッグバーガー単品です。900円。はい、であとお水取ってきました。中身はこんな感じですね。ドワーンってなってます。美味しそうです、すごく。じゃあいただきます。今12時40分です。ケープコットでご飯食べ終わりました。いやー、ベーコンエッグバーガーめっちゃ美味しかったな。タートルトークのプライオリティパスが12時50分までなので、それ使って乗り行きます。タートルトーク終わったら13時10分からのタワーブテラプレミアアクセス使って行きます。本当はトイストーリーマニアもこのタイミングで行きたかったんですけど、プレミアアクセスが最速で14時40分からだったので、その後行きます。でこのねプレミアアクセス、もうちょっとね逆に後の取った方が良かったなって思いました。移動がかかりそうな回り方になりそうです、この後ちょっと。いや、タートルトークプライオリティパス使っていきます。そうしました。今12時43分です。通常は35分待ちとのことです。こういうショータイプのアトラクションのプライオリティパスは通すタイミングによってはですね、さっきのシーライダーみたいに10分ぐらい待たないといけなくなることもあるので、まあ運ゲーなんですけど、それ次第って感じですね。はい、タートルトーク終わりました。今13時18分です。タワーブテラプレミアアクセス使えるようになっているので、パス使って乗り行きます。これね、1月9日今日から3月19かな、そんくらいまで期間限定バージョンで、春恒例の怖いバージョンになってます。いや、怖いのねちょっと苦手なんで、通常のやつは乗れるんですけど、怖いバージョン結構苦手なので、めっちゃビビってます。行きます。はい、タワーブテラーのパスはここを横通ってですね、待ってる人を全部すっ飛ばして一気にプレーションの前まで行くことができます。はい、タワーブテラー乗り終わりました。いやー、よかった、めっちゃよかった。めっちゃね怖かったんだけど楽しかったね。
体験時間が2倍ぐらいになってて、いや充実感あるタワデラでした。いや良かった。で今13時40分で海底2万マイル行きます。海底2万マイルがプライオリティパスが13時15分から14時15分あるので、それ使っていきます。プライオリティパスはその日の混雑状況とか客層によって取れるものとかね、順番とかがなくなるスピード、その辺全部がもう毎回違います。なので予測できません。なのでプライオリティパスを取れた時間を優先して、その間をいい感じに埋めて行動していくことが大切です。昼間はね、特に空いてるアトラクションとかないので、まあ、基本的にはこういう時間はもう好きなように行くだけですね。入ってらっしゃい。海底2万マイル今30分待ちです。これは夜19時以降ぐらいから5分待ちになりやすいですが、今日は RTA タイムアタックなので昼間に乗るしかなくてプライオリティパスを取っています。でこちらで残りアトラクションがあと9つですね。目標まであと2時間半くらいですね。2時間ちょいです。あとはね、ジャスミンのフライングカーペットだけがタイミングミスると20分待ちになっちゃうのがちょっと懸念点で、ソアリンが所要時間が20分くらいかかるのでちょっと長いって感じですね。さあどれくらいいけるのか。はい、海底2万マイル乗り終わりました。いやーよかったね。今14時ぴったりです。ちょっとね、予定よりも5分ぐらい過ぎちゃってますが、このままフォートレスエクスプロレーションとレオナルドチャレンジ行きます。はい、フォートレスエクスプロレーションです。このあと14時5分からハーバーグリーティングショー2回目が始まりますが、それはまあちょっと今回は見ません。まあ、その間にちょっといろいろ空いてくれたら嬉しいですけどね。あ、誰もいないな。あ、はい、失礼です。もらいました。ショー開始直前の効果もあってかですね、僕しかいません。そしてもうすぐ開くとのことです。よかったです。はい、レオナルドチャレンジです。サクッとスタンプをして完了させたいと思います。はい、今ちょうどレッツセレブレートウィズカラーが終わって、あ、ここ通ってますね。通ってます撮ってます。足だけ見えます。はい、今レッツセレブレートウィズカラーがちょうど今終わって、トランジットメディテレーニアンハーバー発来ました。でもうすぐ案内ですね。でこのまま乗ってロストリバーデルタの方行って、またロストリバーデルタの方のトランジット乗ります。はい、トランジット終わりました。そしてもう一回このままトランジットで戻ります。日没まで目指すんですが、太陽が傾いてきました。インディーの真上にありますね。今14時半ですね。日没まであと1時間半ぐらい行けるんでしょうか。はい、トランジット乗り終わりました。今14時42分です。14時10分から15時10分のソワリンのプレミアアクセス買ってあるので、それ使っていきますね。ソワリン今何分だろう、95とか100ぐらいかな。はい、来ました。パス通してから3分ぐらいでプレショーに入れそうです。皆さん、ボンジョルノ、ファンタスティックフライトミュージアムにようこそ。はい、ソワリン終わりました。いやー、とてもリラックスできました。リラックスしすぎて噛みました。いやー、よかったですね。今15時8分です。残りアトラクションがあと4つです。そのうちトイストーリーマニア、この後プレミアアクセス買ってるのですぐ乗ることができます。日没までおよそあと1時間、4つ乗り切ることができるんでしょうか。いやー、夕暮れになってきてるね。あー、ひんやりしてる。これね、本当はアラビアンコーストのアトラクションも3つ残ってるんですけど、本当は先そっち行きたいんですよ。ただトイストーリーマニアが15時40分までなので、これね、先アラビ行っちゃうと帰ってきた時トイマニのパス間に合わないんですよね。なのでここで移動時間がプラス10分ぐらいなんですよね。それがめっちゃ痛い。それ以外は今日は結構いい感じの動きできてると思ってます。さあ、なるべく早く全部乗り切りたい。はい、トイストーリーマニアの近くに来ました。今15時20分です。ちょっと通り沿いにね、お手洗い行きまして5分ぐらい時間使いました。トイストーリーマニアは今日が最終日で、明日1月10日から4月12日まで3ヶ月間休止に入ります。なので今日はですね、まあ結構乗り納め的な感じです。あとちなみにね、この全制覇もこのトイストーリーマニア、あとエレクトリックレールウェイも11から休止なんですけど、
それがギリギリやってる9日というところで今日日付選んで挑戦しに来てます。やっぱねトイストーリーマニアなしだとなかなか全制覇ね変な感じがするのでやってるうちに来ました。今日はトイストーリーマニアの最終日ということで結構ねガチ勢の方がね多くいらっしゃってると思いましてベストスコアをあそこに乗るのは難しいんじゃないかなと思います。まあ、自己ベ目指して頑張っていきたいと思います。はい、トイストーリーマニア終わりました。15時32分です。得点が30万8700点ギリギリ30万乗ってクマになりました。よかったです。そして残りアトラクションがアラビアンコースの3つです。日没まであと30分ぐらいですね。乗りに行きます。トイストーリーマニアのプレミアアクセスの時間帯の選択によりタイムロスが発生。かなり日の傾いてきたディズニーシー、残りは朝乗り損ねたアラビアンコースのアトラクションのみ。果たして日没までに間に合うのか。はい、キャラバンカルーセル来ました。今43分です。で回ってるんで、ちょうど次行けるかな。どうだろう。カルーセル5分待ちって書いてあるんですけど大抵乗り継ぎの時間とかで10分ぐらいかかるので所要時間はトータル10分と見た方が安全です。なので乗り終わったら53分ぐらいかな。じゃあ乗っていきますね。はい、キャラバンカルーセル終わりました。今15時51分です。ギリギリまだ太陽あります。さあ残るアトラクションはそこの2つ、シンドバッドとジャスミンのフライングカーペットです。シンドバッドは5分なんですけどジャスミンが、今日はずっと15分待ちと、どっち先行こうかなって感じです。今見て列少なそうだったら行きます。入り口真横にあるのでその場で選びます。ただシンド…あーちょっと待って、あちょっとあれやばいな、フライングカーペットえぐいな。ちゃんと15分だなあれ。ちょっとね僕の目では見えてるんですけど先にシンドバッド行きます。シンドバッドはただね所要時間が15分間あるので出てくる頃には太陽がもっと傾いてると思います。はい、中までしっかり詰まって5分待ちって感じです。さあ行けるかどうか。これはい、シンドバッド終わりました。今16時15分です。どうだ、まだ暮れてないね。まだセーフでしょう。ちゃんと山も光ってるんで最後のアトラクション行きます。ジャスミンのフライングカーペット。ジャスミン15分待ちだったら乗り終わり16時半で、乗り終わった時にどうなってるかなって感じですね。乗っていきましょう。最後のアトラクションです。はい、並びました。いやー行けるかな、どうだろうね。まああとはもう並ぶだけなので身を任せて。はい、ジャスミンのフライングカーペット乗り終わりました。今16時40分です。そしてこれ見てください、山が光ってます。山が太陽光で光ってます。ギリギリちょっとね、ちょっと今これ撮りながらだんだんと光加減が弱くなってるんですけど、まだ山が照ってるってことはギリギリ日没までの制覇できたんじゃないでしょうか。乗ってる最中はねもっと光ってたんですけど、今これ降りて喋ってる間にどんどんと霧がなくなっていってます。ガチちょうどぐらい16時40分でした。今ねフライングカーペットを15分待ちで並んだんですけど18分待ちで40分乗り終わりになりました。いや良かったですね。フライングカーペット並んでる最中にビッグバンドビートの抽選をしました。17時10分からのやつを抽選したら当たったので見に行きます。アトラクションたくさん乗りたいなと思ったんですけど、ちょっとショー見たいなと思いまして、あとそれショー見たらご飯も食べたいです。ビールだけ飲もうかな。ビールだけ飲んでショー見て後半アトラクション乗っていこうかな。今ね17時手前ぐらいでどこもアトラクション混んでるんですよね。でアトラクションこの後18時19時ぐらいから空いてくるので、今ね無理して乗ったとしても 1,2 個しか乗れないんですけど、どんどん空いてきてからもっとガッてね乗っていこうかなと思ってるので、今はですねこっからショーをね見に行きたいなと思ってます。そしてこれ喋ってる間に照りがなくなってますね。どうでしょう、ガチギリギリじゃないですか。よかった。ちょっとミゲルズかどっかでお酒買ってビッグバンドビート見に行きます。
はい、買ってきました。モバイルオーダーですぐでした。レジもね、通常のレジもほとんど待ってなかったのですぐって感じでした。こちらスパイシースモークチキンレッグ600円です。これめっちゃうまいんだよね。あとビールです。ありがとうございます。いやー、勝利の酒です。あと水。じゃあいただきます。いただきます。うめー。肉いただきます。うまー。まあ、結果論なんだけど、12時頃に全体的にアトラクションが下がっていて、そのタイミングでアクアトピアとフライングカーペット行ってればもうちょっと早く終えられたんじゃないかなと思うんですけどね。しょうがないですね。次に活かしますね。うまい。勝利の酒。なんだかいつもより夕日が綺麗に見えますね。はい、ビッグバンドビート来ました。いや、これも景色めっちゃ綺麗だな。めちゃくちゃ綺麗。ビッグバンドビートもう間もなく開演いたしますので見に行きたいと思います。ビッグバンドビート終わりました。めちゃくちゃ良かった。今日のミッキーめちゃくちゃ動き綺麗よくてめっちゃかっこよかった。ドラムもめっちゃどんどん頑張ってたし、頑張ったね。ドラムもめっちゃね、うまかったというかね、キレがあってかっこよかった。全体的にかっこいいミッキーでめっちゃ良かった。いや、ちょっとね、このままここエレクトリックレールウェイ10分待ちとのことなので行きます。はい、エレクトリックレールウェイ乗ってポートディスカバリーに来ました。エレクトリックレールウェイね、今こんな感じで人いっぱいいます。10分から15分待ちですね。まあ普通に移動するんだったらね、待ってもいいんですけど、こうアトラクション全制覇でアトラクションの数を消化するんでしたら午前中がいいですね。ミッキーのグリーティングトレイル行きます。ちょっとミッキーにね、会いたいですね。はい、ミッキー40分待ち。嬉しいね。はい、ミッキーと会ってきました。いやー、ミッキーね、可愛かったね。明けましておめでとうと、ビッグバンドビート見たよっていうのと、明日ね、ディズニーランド行くよ、パルパルーザ見に行くよっていうのをね、伝えてきました。よかった。全制覇したよとは言わないっていうね。尺が足りなかったんで、先にそっちが言いたかったのでね、はい、伝えてきました。よかったです。で、今ね18時何分だろうな、40分ぐらいかな。19時近くなってアトラクション待ち時間どんどん下がってきています。どんどんと残り2時間、ここからはねアトラクション結構空いてくるので乗っていきます。でここね、インディープライオリティバス持ってないし、一般の待ち時間も55分なんですけど、シングルライダーで乗っていきたいと思います。その後19時25分からレイジングのプライオリティバス持ってるので、それ乗ります。とりあえずインディー行きます。僕のね、ディズニーの全制覇をね、なるべく再現性のためにシングルライダーを使わないようにしてるんですが、ここからはもう延長戦ということでね、もう自由にアトラクション乗っていこうということで、今回はシングルライダーで乗っていきます。シングルライダーもね、タイミング悪かったり混んでると普通に結構待っちゃうんですけど、今日の混雑だとどうだろうな、結構ファミリーが多いからあんまりいなさそうな気もするけど、どうなんだろうな。シングルライダーこちらのプライオリティパスのところで行きます。あ、シングルライダーです。ありがとうございます。あ、シングルライダーです。ありがとうございます。はい、こんな感じでシングルライダーですって言ったら通してくれます。シングルライダー来ました。なんと待ち人0人です。すぐ行けるかな、どうだろう、タイミング次第です。でも0人待ちめっちゃ嬉しい。45分待ちがほぼなしになりました。はい、インディー乗り終わりました。めっちゃ楽しかった。でやっぱね、ヘビの動き変わってました。前はこう上からガーって感じだったんで、今回はなんかニュワーって感じに変わってました。いやー、よかったな。ちょっともう一回行っちゃいます。シングルライダーです。ありがとうございます。シングルライダーです。はい、インディー乗り終わりました。いや、3回連続で乗っちゃいました。めっちゃ良かった。25分からのレイジングのプライオリティバス、これ昼間に実は撮ってたので、これ使って乗ります。炎かっけー、夜のレイジングかっけーな。はい、レイジングパス通しました。今通常の待ち時間は35分です。でセンターもね45分になってます。この後ねもうちょっと待ち時間下がってくると思うので、センターとかもね20分とかになったら乗りたいですね。レイジング乗り終わりました。めちゃくちゃ良かったな。星がめちゃくちゃ綺麗で良かった。いやー、これね、登ってる最中のこう上を見上げる形になるんですけど、その時星がめちゃくちゃ綺麗で、いや本当に良かった。
ちょっと良すぎたんでもう一回行っちゃいます。シングルライダー、レイジングのシングルライダーはね、あんまり僕は使ったことないんですけど、運悪いと20分ぐらい待っちゃうことあるので、そのトラウマからあんまり行ってないんですけど、ちょっともう一回乗りたいですね。はい、シングルライダーで入りました。この真ん中なんですよね、シングルライダー。めっちゃ久しぶりここ通るの。はい、レイジングシングルで2回目乗りました。めっちゃ良かった、整った。いや、もうサウナだよこれ、サウナアトラクションですわ。次ジャスミンのフライングカーペット行こうとしたら謎に15分待ちとのことなのでやめます。マーメイドラグーン通って回転2万マイル行ってセンターブジャス行く流れです。今センターが35分になっているので、まあもし下がってね20になったら嬉しいということで、ちょいちょい時間潰しつつセンター向かいますって思ったんですが、フランダーが15分待ちでこの辺まで列になっているのでちょっとやめます。また後で来れたら来ます。はい、ミステリアスアイランドに来ました。ここめちゃくちゃ星綺麗に見えて、プロメテウス火山も見えてめちゃめちゃ景色いい。いやー、素敵な夜になってきましたね。じゃあ海底2万マイル行きます。海底2万マイル今20時で5分待ちです。こんな感じでね、2万マイルは夜結構空いてくるので、パス取れなかったり日中混んでるなと思ったら夜に来るのがおすすめです。待ち時間5分とありますが、なしです、ゼロです。はい、もう乗り場直行です。こんな感じでね、夜の2万マイル本当おすすめです。その謎を解き明かすことだ。はい、2万マイル割りました。めっちゃ良かった。センターオジアスが35分待ち、どうだろう、センター行っちゃいますわ。はい、35分待ちセンターオジアス、開演直後ぶりに乗ります。はい、センターオジアス割りました。めっちゃ気持ち良かった。で35分待ちとのことだったんですが、実際20分で乗れました、良かったです。で今ねセンターがね15分待ちと言いつつもなんかめっちゃ列伸びてるな、なんか怪しいなこれ、のでちょっとやめときます。もうめちゃくちゃみんな15分待ちに引かれてセンターウィアースに吸い込まれてますね。多分もう15分以上になってるんじゃないかなあれ。いやー、ちょっとね今20時41分なんですけど、もう1個2個乗れそうなんですけど、あの疲れたので帰ります。さすがに体力がきついですね。今日朝の4時半に起きて6時に開演待ちして3時間開演待ちして閉演までぶっ続けなので、ちょっとさすがに全制覇中は休まないので疲れが分かんないんですよね。なんですけど今ねセンター待っちゃったらめちゃくちゃ疲れが体中に出てきて大変だったので帰ります。はい、エントランスに来ました。20時50分です。ちょうど12時間ぶりかな、12時間ぶりに帰ってきました。では退園します。ありがとう、今日一日楽しかった。またね、ディズニーシー。というわけで退園しました。本日乗れたアトラクションは全部で36個でした。全制覇プラス9個です。そしてこちら全制覇は記録16時39分にギリギリ日没までに達成することができました。よかったです。時間としては7時間39分でした。これね過去最速だと思います。まあといってもね、混雑状況がね過去2回の挑戦よりも明らかに空いてる日でやってるので、まあ、過去最速がねちゃんと出てるって感じですね。いやー、まあよかったですね。はい、で今回全制覇の挑戦で待ったアトラクションの待ち時間ランキングです。1位がアクアトピアの25分、2位がジャスミンのフライングカーペットの18分、3位がシーライダーとタートルドークプライオリティパスを使ってそれ乗るまで待った7分間で、他のアトラクションが全部それ以下の待ち時間となっております。アクアトピアとねフライングカーペットはねちょっと待ち時間長くなっちゃったんですが、まあ、空いてるっていうのもあってですね、結構よく回れたんじゃないかなと思ってます。まあ一点ね、もうちょっとタイムを縮める方法としてはトイストーリーマニアのパスの時間ですよね。結構トイストーリーマニアの移動で往復10分ぐらいかかっちゃったので、そこ
果もったいなかったですね。もうちょっとタイム縮められたんじゃないかなと思います。まあ、あとは結果論なんですけど、今日1日の待ち時間の傾向を見ていくと、ジャスミンのフライングカーペットのタイミングっていうのもね、もう少し工夫することはできたんじゃないかなとは思いますが、今日の動きでもめちゃくちゃ最悪ってわけじゃないので、まあまあまあって感じですね。一応ね、混雑状況としてはもう一段階ね、すくときあるんですよ。今日ね、めっちゃすくんじゃないかってオープニングで言ったんですけど、そんなにすいてなかったですね。普通すきぐらいでした。すいてる、普通のちょっとすいてるぐらいです。もう一段階すいてる日があるんですよ。その日だったらね、もっと出たと思うんですけど、まあでもほとんど5分くらいで乗って、移動距離もあってで、まあそんなにこれ以上でタイム縮まんないと思うんですけど、縮まっても30分ぐらいなんじゃないかなって思いますが、そして今回アトラクションを最速で回っていた中でお伝えしていたコツのまとめです。朝昼夜で動き方にポイントがあります。朝は小中規模アトラクションのうち特に所要時間が短いものを乗りまくることです。昼はパス系を活用することです。でプライオリティパスとかプレミアアクセスは取れた時間、買った時間に合わせて他の予定を組んでいきます。夜はまた空いてくるので、もし乗り残したアトラクションがあればそれ乗っていったりとか、あとは今日の僕みたいに好きなやつをね、心残りないように乗りまくっていくこと、もうこれが大切かなと思います。朝の動きが特に大切で、所要時間の短いものをたくさん乗りまくっていく必要があります。これはなんでかっていうと、例えば朝って空いてる時間が限られてるんですよ。もう9時から10時の1時間しか空いていない。ここで5分待ちのアトラクションをもし乗るとしたら、単純計算60分10分で5分待ちなので12個乗れるんですよ。もう超単純計算でも、ここで所要時間が20分のアトラクションを入れてしまうと3つしか入りませんし、20分5分5分5分でもその数は12個よりも減りますよね。なので空いてるタイミングはもう所要時間が少ないものを一気に詰めてアトラクションの数を潰す。朝乗れなかったものって全部昼間に通常の2ぐらいの待ち時間で乗る必要が出てきてしまうので、昼間になるべく並ぶのを少なくするために数を減らしておきます。所要時間の短いやつでしたら、朝は5分だけど昼は30分で、これが4つ朝乗れなかった場合は、所要時間の差分15分が4つで合計60分増えることになるんですよね。なので所要時間が短いアトラクションをなるべく朝空いてるうちに全部詰め込みまくっちゃうってことが大切です。これはね、前回僕の挑戦でアクアトピア行こうとしたらシステム調整やってて、その場の流れでシーライダーに行ったんですけど、シーライダーは所要時間が長いアトラクションなんですけど、そしたら見事に後半に響いちゃって、めちゃめちゃ教訓として残っておりましてですね、今回それを活かして動いていったわけです。そしたらね、まあ、結構いい感じで回れたので、まあやっぱり良かったな、そうだったなという感じで、今回さらにね、改めてこちらでもお伝えしている状態です。こちらはね、非常に大切なポイントですので、皆さん覚えておいてください。まあ非常にね、楽しかったですね今日。特に夜、全制覇の後めちゃめちゃ楽しかった。アトラクションもっとバーって乗っていれば、アトラクションの数は稼げたんですけど、一旦ショー見たかったんですよ。アトラクション全部乗った後に、他のアトラクションなんか乗ろうかなってなった時に、他の今まで乗ったアトラクション全部が20分待ち30分待ちってのを見た時に、並びたくないじゃないですか。モチベめっちゃ下がるじゃないですか。なのでショー見ました。でショー見て気分変えて、でミッキーに挨拶して、その後ね、18時半ぐらいからパーク空いてくるので、そこでアトラクションガンガン攻めていったという流れです。で、まあ、ぶっちゃけね、思ったのがですね、これはね、皆さん全員に共通するポイントなんですけども、やっぱね、好きなものをね、乗りまくるのめちゃめちゃ楽しいです。はい、こう僕もインディーね、シングルで3回乗ったり、レイジングもね、1回乗ったら気持ちよくて2回目乗ったりしちゃったり、こう自分があこれいいなとか好きだなと思ったアトラクションをたくさん乗るっていう、それがやっぱり楽しい。まあ当たり前のことに聞こえるかもしれないんですけど、改めてね、全制覇した後に好きなものをね、だけを選んで乗ろうって思うと、そこの楽しさの密度っていうんですかね、がすごく分かりましたので、改めてお伝えします。好きなアトラクション、お気に入りのアトラクションが見つかったら、夜空いてきたタイミングでもう1回乗ったりね、もう2回乗ったり、そういうのが本当におすすめです。そうするとね、1日の満足度高くね、終えられることができるので、非常におすすめです。ぜひね、今回の動画を見て気になったアトラクションあったら乗ってみて、それかね、もし皆さんにハマったら、それまたね、たくさん乗って楽しんでみてください。今回はね、空いてる状態でやったんですけど、ディズニーランドのバージョンとか混雑日で全制覇挑戦した動画も投稿しておりますので、動画概要欄からぜひご覧ください。
こんな感じでこのチャンネルではディズニーの攻略法を発信しております。これからもどんどんと最新の攻略法を投稿していきますので、今回の動画が少しでもいいなと思ってくださった方、もっと攻略法を知りたいなという方はですね、ぜひこちらチャンネル登録ポチッとよろしくお願いいたします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。